ロバート・ミッチェル・セゲディンは、アメリカ合衆国ニュージャージー・シューバーゲン郡オールド・タッパン出身の元プロ野球選手。ウト右ミギウチ。テュレーン大学時代は、プロ入り後も共にプレーするプレストン・クレイボーンと、チームメイトだった。2010年の MLB ドラフト3巡目で、ニューヨーク・ヤンキースから指名され、プロ入り。契約後、参加のルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・ヤンキースで、プロデビュー。 A-9 スタテンアイランドヤンキースでもプレーし、2球団合計で22試合に出場して打率。244、2本類打、10打点を記録した。2011年は、A 級チャールストンリバードックスと、A 級タンパイヤンキースでプレーし、2球団合計で113試合に出場して打率。287,7本類打、55打点、7盗塁を記録した。オフには、 アリゾナフォールリーグに参加し、フェニックスデザートドックスに所属した。2012年は A 級タンパと AA 級トレントンサンダーでプレーし、2球団合計で121試合に出場して打率。257、10本塁打、54打点、9盗塁を記録した。2013年は AA 級トレントンでプレーし、18試合に出場して打率。338。 三本塁打、十七打点を記録した。2014年は、AA 級トレントンとトリプル A 級、スクラントンウィルクスバリレールライダースでプレーし、2球団合計で113試合に出場して打率。256、9本塁打、60打点、1盗塁を記録した。2015年も AA 級トレントンとトリプル A 級、スクラントンウィルクスバリでプレーし、 二球団合計で71試合に出場して打率、287、7本塁打、34打点、3盗塁を記録した。2016年1月12日にロナルド・トレー,エーズ、タイラー・オルソンとのトレードで、後日発表選手、または、金銭と共にロサンゼルス・ドジャースへ移籍した。シーズンでは、参加のトリプル A 級オクラホマシティ・ドジャースで開幕を迎え、 8月7日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。同日のボストンレッドソックス戦でメジャーデビューし相手先発のデビットプライスからメジャー初安打となる二塁打を放った。また8月22日のシンシナティレッズ戦ではジョシュ・スミスからメジャー初本塁打を放っている。最終的にこの年メジャーでは40試合に出場して打率233。 日本類だ、12打点を記録した。2017年は、開幕前の3月に第4回ワールドベースボール、クラシックのイタリア代表に選出された。2018年8月31日に、ディエフェとなり、後に引退した。2019年より、フィラデルフィアフィリーズで、選手情報部門の補佐を務める。ありがとうございます。